皆さん、こんにちは。潜在式タロットリーディングの運勢ももよです。いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録もいつも励みになっております。一つお知らせです。5月24日金曜日、新潟市東区のジェットストリームさんで出張タロットイベントを行います。残席あとわずかになりましたので、概要欄に貼っておきますので、興味ある方は遊びに来てください。今日は、 テザ満月あなたに起こること」と題してお送りしていきますいつものように ABC のカードをお選びくださいこれからカードをオープンしていきます A のカード B のカード C のカードわかりやすい はっきりした色ですね。お好きなカードを選びください。では、A のカード。青イさん、お選びいただいた方、リーディングを始めていきます。まずは、現状ですね。現状。現状2枚。出していきます。オープンウォー <laughs> ジャッジメント そしてザ・ムーンのカード逆。どちらも大アルカナです。A さん。現状からすごいジャッジメントが来てますよ。復活再生のカード。うん。並びで言うとこういう方が、月の逆位置が先の方が分かりやすいですね。月は、 先が見えなくて不安、もやもやしている、ね、周りが霞んでよく見えないっていうようなカードなんですけど、逆位置で出てるので、そのもやもやしていたことが、はっきり見えてくるんですね。悩みが解消されてきました。現状で。そして、ジャッジメント、復活再生のカード。A さん、このいて座満月をきっかけに、復活していきますよ。今まで体調が思わしくなかった方。 ね。心が、こう、うつうつとしていた方。なんか元気出ないなっていう方。まあ、ちょうどそういう時期なんですよね、5月はね。なので、こう、冬の溜まった毒素を出すために、山菜とかタケノコを食べるっていう習わしなんですけど、ようやくここで、はい、復活再生してきますよ、A さん。よかったです。では、いて座満月に、 怒ること。はい。二枚ジャンピングしました。そしてもう一枚。オープン吊るされた男、ザ・テンペランス逆、ペンタクルの号。えー、並びとしては、 こんな感じだな。A さんね、やっぱ現状でもやもや、月のカードが出てるので、もやもやしてたことがあったのかと思います。これはあのー、5って、体調不良とか、元気がないっていうことも表すんですよね。それにプラス、変化のカードでもあるんですよ、5って。変化変容のカード。なので、現状でジャッジメントが出てるので、ここでね、やっぱりいて座満月、A さんが変わることっていうのが、 もう見えています。どのようにして変わるかっていうのは、身を委ねているとわかるでしょうって言われてます。宇宙の流れに身を委ねるっていうことですね。なんか今までガツ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 自分から攻めていったけど、空回りしてたようなこともあったんじゃないかなって思います。いつもはうまくいってるんだけど、なんかうまくいかない。 何なんだろうこれはっていうのを感じてたんじゃないかなって思います。それもそのはず、やはりあの、地の時代から風の時代の変わり目 ?26 日で、大し座木星期が終わり、双子座木星期に入るんですよね。なので、ザ・風の時代に突入するんですよ。もう、ここからはですね、あなたの体を宇宙に委ねてください。かといって行動しないということではなくて、 行動はするんだけれども、ガツガツしたような自然の流れではない、不自然な動きをすると空回りになるんです。じゃあ、宇宙の流れ、自然の流れってどういうことだろうっていうと、もうビュンビュン加速していく。自分が動いてなくても周りが動いていくとか、あれよあれよと物事が進んでいくとか、そういう時は宇宙の流れだと思っているので、 はい。そういうことは、物事を進めていっていただきたいと思います。そして、ようやっとバランスが取れていくよっていうんですね。節制のカード。今までなんかうまくいかなかった。空回りしてるって思ってたことが、ようやくバランスが取れてくるよって言われてます。このイテ座は満月をきっかけに。それは良かったです。A さんにとって大きな変化なんですね。では、 池座満月のテーマ、オラクルカードをジャンプしました。エンジェルカードももらっていきます。オープンロイヤルハートサクセスおめでとうございます素晴らしいこの並び。ええー、ロイヤルハートが出ました。 35番。これはもう忠誠心、絆、愛もありますね。見つめ合っている、フクロウかな、耳づくかなこう、ビジネスパートナーだったり、夫婦だったり、恋人だったり、お友達でもいいでしょうね。そういう絆が強く感じられる時ですね、今ね。そしてサクセスですよ。成功するでしょうと言われています。何が成功するのか。 ちょっと補足いただきたいと思います。どんなことなんでしょうね ?A さんの。成功すること。サクセスを教えてください。オープン鳥、と紳士。うーん、ちょっと光ってる見えますかはい。うん、これいろんな方が見てるので、一つじゃないですね。 人間関係のことだったり、お仕事のことだったり、あとはお相手様、恋愛関係、パートナーシップだったり、それぞれ受け取る人によって違うんですけれども、そのことが成功していくよって言われてます。人間関係もスムーズになるし、仕事で見ている方はお仕事、そして恋愛で見ている方は恋愛、成就していくでしょうって言われてます。嬉しい。では、 お選びいただいた、聖流さん12番ですね。まっすぐ進む。ちょっと読んでいきます。12番清流、聖流まっすぐ進み続ける力を持つ聖流やる気に満ちた状態で風を切るように果敢に前進していく力を授けてくれるカードです。時間も気にならないほど夢中になれる時で、その後押しを受け、物事がスムーズに運びます。 一気に歩みを進める機運が熟していることを示してくれています。素晴らしい。さっき言った通りじゃないですか。ね。えー、っと、吊るされた男のところで、私がお伝えした通り、ビュン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 加速していくんですよ。物事がスムーズに進むときって。そういう時は、宇宙からの応援だと思って、あ、これでいいんだな。宇宙が後押ししてくれてるんだなって思って、 進んでみてください。素晴らしいですね。素敵な伊手座満月をお過ごしください。以上で A さんのリーディングを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。続いて B のコーさんを選びいただいた方、リーディングを始めていきます。もうさっきね、A さんのリーディングをしてたら暑くなってきて、今半袖になりました。 さっきまでね、寒い寒いと思って、レギンス履いたり、何履いたりしてたんですけど、<laughs> 暑いです。エネルギーがすごいです。皆さんの。では、まず現状ですね。B さんの現状、お願いします。オープンおペンタクル4、ザ・エンペラーが出ました。かっこいい。ペンタクルの4は、普段は、 ね、お金や物質、金銭的なものを、財産とかを離さない。で、自分のものにする、独占するっていうような執着のカードなんですけど、これは安定も意味するんですよ。この皇帝との並びで出ると、安定を意味してる感じがしますね。どーんと構えてる感じ。やっと手に入ったぞ。俺のもの。 B さんの今までしてきたこと、お仕事や活動だったりの事柄が、ようやっと周りの人に認められたっていう、認められているっていうことを表しています。2枚がそれを表してるんですね。うーん、だからすごく今 B さん現状いいんじゃないですか金銭的にも心にも豊かな雰囲気が伝わってきています。いいですね。 では B さんいて座満月に起こることはいでは3枚オープンほうソードの7逆ソードの9逆ペンタクルの2が逆で出ましたいて座満月そうかなんか現状となんかすごく違う感じのカードが出てるんだけどあーでもそういうことか。 B さん今まで現状すごく安定してるんですけど、そこに至るまですごく大変だったんですね。痛みがあったと言われています。ああでもない、こうでもないって考えて悩める時があったんじゃないかな。あと私もそうだったんですけど、心がそわそわする。いろいろと考えることがありすぎて、やることが多すぎて、心がそわそわしてたんですよね。5月の中旬ぐらい。B さんもそういうことがあったんじゃないかな。 ああ、でもやらなきゃ、これもやらなきゃ、どうしよう、どうしよう、みたいな、ゾワゾワ、ゾワゾワすることが、過去にあったんじゃないかなって思います。そして、ソードの7が逆。これもね、現状を見るとわかるんですよ。現状すごく、B さん安定してる、どっしり構えてるので、自分に余裕があるんですね。なので、相手を立てる、相手に譲るっていうことを、 このイテ座満月でできるんじゃないかなって思います。いいよいいよって言って相手の方に譲る。相手に何かプレゼントをする。そしてお相手様が喜ぶっていう図式ですよね。そしてペンタクルの2、遊ぶように仕事する。バランスが取れていくカードなんですよ。このイテ座満月をきっかけに B さんは 好きなことを仕事にできていくんじゃないかなって思います。今会社員でそんなこと無理だよって思う方も副業をやっていくとかね。オンラインでハンドメイドしたものを売っていくとか。そういうことが始まってくるんじゃないかな。はい。では、いて座満月の B さんのテーマ、オラクルカードもいただいていきましょう。ジャンプしました。オープン To be fair, ask your angels. うーん。そうですね。この38番、to be fair もバランスのカードなので、このバランスを取るペンタクルの2とリンクしてますね。うん。すごく、B さんこのいて座満月でバランスを取ろうっていうことを意識し始めるのかもしれない。例えば、大勢のグループの中にいて、あ、A さんと B さんが ちょっと関係が悪いな、雰囲気悪いなと思ったら、ご自身が入っていって、そこを円満に解決していくとか、なんかそんなことを言われてるような気がします。そしてもう一枚の、アスクヨアエンジェルス。天使に聞いてみてっていうことなんですけど、どういうことなのか補足をいただきたいと思います。アスクヨアエンジェルス。補足ください。オープン 月、おー、月と太陽、そ、あ、すごい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 。月と太陽、豊かさも出ました、魚。えっと、ルノルマンカードで月は願いが叶う、夢が叶うっていうことなんですよ。太陽も同じく幸せ、明るい人生が開けていくっていうカードで、もう魚はね、本当豊かさ、お金、物質面のカードなので、そうですか。 天使に聞いてみて。うん。例えば、なんかこう、天使の羽とかってありますよね。モチーフで。そういうものを見かけたら、車の上の部分にぶら下げておくとか。今の B さん、なんか天使の羽がなんかモチーフ。天使の絵のポストカードとかでもいいですけどね。なんかそんな感じが今降りてきました。へえ、ー、素敵。願いが叶うし、明るくなるし、豊かさですよ。 では最後にお選びいただいた、光竜様、あなたが主役です。読んでいきましょう。3番光竜、あなたが主役です。生命力の象徴である光竜は、常に私たちのそばに寄り添って、できるから大丈夫、と励まし、勇気づけてくれる存在。今後、光竜の放つ光が散々と降り注がれるので、スケールの大きい出来事が舞い込むなど、 思ってもいなかった新たな展開がもたらされることを表すカードです。できるから大丈夫。やっぱり天使も教えてくれてるかのようですね。自信を持っていきましょう。素敵な伊手座満月をお過ごしください。以上で B さんのリーディングを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは C の宿竜のカードをお選びいただいた方、リーディングを始めていきます。 まずは、現状ですね。はい、2枚ジャンピングしました。オープンペンタクルのエース、ザスター逆位置で出ています。素晴らしい。素晴らしいですよ。始まりって感じがしますね。ペンタクルのエース。うん、新しいことが何か始まっていく予感です。 現状で出てるので、もう始まってる方もいらっしゃるかもしれない。新しいオファーが来た。これやってみませんかって言われたとか。ね。それが直接的じゃないかもしれないけれども、その新しく起きる出来事が、いずれ C さんの夢、願いにつながっていくよって言われてるんですね。ザスター。逆位置が出てるんで。へえー、素敵ー。最初。 しょっぱなからいいですね、現状。では、伊手座満月、C さんに起こること。はい、オープンソードの4、カップの2、ワンドの4逆。おおなるほどえー、C さんね、もうエネルギッシュな毎日なので、 ちょっとお疲れの方もいらっしゃるのかもしれない。休めるときには休んでって出てます。そう。オンとオフをはっきりメリハリをつけてプライベートの時間をとってくださいって言われてますね。そっか、お疲れなんですね。いろんな頑張って来られて。そして、このいて座満月きっかけにパートナーシップ。そう。 出会い運も高まってますよ、C さん。ビジネスパートナーだったり、恋人だったり、まあお友達とね、この絵のように乾杯をしたりすることもあるのかもしれない。いいですね。そしてまもなく勝利がやってくるお祝いのカードですよ。ええー、お誕生日が近い方もいらっしゃるのかもしれないですね。お誕生日だったり、昇進祝いだったり、何かの試験に合格したりとか。 そういったお祝いを、周りがお祝いしてくれるっていうね。そんな感じも漂ってますね。では、このいて座満月。C さんのテーマ。2枚出ました。エンジェルさんももらっていきましょう。C さんの。はい。では、オープンプレス。アレックアップ。 ビッグハッピーチェンジズおーまずブレスですよね。ブレスは呼吸、瞑想、まあ、信頼するだったり、ご自身のエゴを捨てるだったりっていうキーワードになります。まあ、ちょうど満月の木にね、満月の夜に瞑想をするっていうのもいいかもしれません。 瞑想が難しいっていう方はね、外の空気を吸って、お月様を見ながら、深呼吸を3回する。これだけでも全然違うと思いますよ。そして、あ、レックアップ。助けてくれる人が現れる。そして、頼ることも大事だよって言われてます。きっとこれですね。カップの2パートナーシップ。誰かが、シさんのことを助けてくれるんですよ。え、こんなに良くしてくれるのっていうような。でも、 C さんが今まで頑張ってきたからこそのこのパートナーシップなんですよ。今まで頑張ってきてね、こんな感じでお疲れモードだったと思いますけれども、そんな頑張ってきた C さんにご褒美、パートナーシップが宇宙からのプレゼントです。頼ってくださいって言われてます。そしてビッグハッピーチェンジズが来てますよ。何のことなんだろう。ちょっと補足いただきますね。 オープンゆり、棺本ぎ、いろんな捉え方があるんですけれども、まず恋愛で見ている方は、不毛な恋が終わるって言われてますね。はい、今まで、ちょっと不毛な関係だった恋愛が、ようやくここに来て終わる、終わりを告げて、また新たなステップ、ステージに入っていくっていうことです。まあ、その人といて、 ご自身が成長することはもうないですから、はい、ここは潔くお別れするっていうことも大きな変化ですよね。はい。そしてもう一つは、え一つの学びが終わるって言われてますね。今まで、え例えば学んでいた教室やカリキュラム、 プログラムとかがようやく終了を迎えてご自身が例えばまるまるインストラクターの資格を取得することができたりそれによってご自身の仕事に活用できたりっていうことを言われていますねうーんいずれにしても大きな変化ですよそれでは最後を選びいただいた32番祝竜のカード喜ばしい未来に乾杯お やっぱりね。やっぱりそうだ。さっきのカップのに乾杯とお祝いのカード出てますからね。祝竜さんですよ。読んでいきたいと思います。32、祝竜。祝竜はお祝いするような喜ばしいことが将来訪れることを告げる存在。祝福する出来事は必ずやってくるので、 今からお祝い気分で過ごすことが大切だと伝えてくれています。あらかじめ祝うと書いて予くをすることで未来へつながり、それが現実になることを示しています。予くいいですね。えー、例えば、まるテストで100点を取りたいではなく、まるテストで100点を取る取りましたみたいな感じで、大きくノートに書くとか、紙に書いて貼るとか、そういった感じで、 予祝をしてみてはいかがでしょうか素敵な伊手座満月をお過ごしください。以上で C さんのリーディングを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。少しでも頭合っていると思う方は、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。